ストックホルム市内の観光を続けます。バスを降りたところが、観光船の乗り場だったんですね。そうだ、じゃあ観光船に乗って、その島々の間を巡ってみようと思って、その観光船に乗って、そこで撮った写真です。これから何枚か続きます。どうぞご覧ください。観光船を降りて、ガムラスタンの、その中心地にある国会議事堂とかですね、王宮の前にやってきました。その島と島の間、向こうを見ているとですね、なんか見覚えのあるものが見えるんです。何かというと、3本マストの船ですよね。私が若い時、ストックホルムに来た時に、あの郵送ステルで泊まったようななんか記憶があるんですね。船の中の郵送ステルです。船がちょうどついていて、そこに人影が見えたので、声をかけて、見ました。そしたら女性の方で、あの3本マストの船、元は郵送ステルではなかったですかって言ったら、そうでしたよということです。で、今はレストランとして使われているんだそうですね。歩いていく途中にですね、ムーミンの人形が立ってるんですね。何だろうと思ったら、ムーミンカフェというんだそうです。で、ちょっと喉も渇いてきたので、その店に入ってみました。小さな可愛いお店なんですが、この2人の女性、1人はなんとチリから来てる方なんだそうですね。フィンランドで長くいて、こちらに来てまだ3、4年とおっしゃってましたかね。もう一人、右の方はフィンランドの方なんだそうです。この方もスウェーデンに来て今お仕事をなさっていると、そういうところなんですね。